平野賞が人市場を揺るがす。サントリー、大阪工場に55億円投資で生産能力2倍に。サントリーが大胆な人市場への進出を加速させています。7日、55億円を投じて大阪工場を強化し、人の生産能力を2倍に引き上げる計画を発表しました。この投資は、人市場の拡大に向けたものであり、その象徴として、 人気タレントの平野翔さんを起用した新 CM の放映も控えています。サントリーが人市場に本格的な構成を仕掛ける。その布石となるのが、平野翔を起用した新 CM の解禁だ。彼の魅力は抜群で、彼の登場が商品の売り上げを加速させることは間違いないだろう。しかし、それだけではない。 サントリーは大阪工場の生産能力を2倍に引き上げることで、市場に供給量を大幅に増やす計画だ。大阪工場はサントリーの歴史の中でも最も古く、上流釜4機の更新や施設の建て替えなどを行うことで、品質向上と生産能力の増強を目指す。これにより、より多くの消費者が手に取れるようになることは間違いない。 スカ原大輔氏も、人市場はさらに伸びていくと確信していると語っており、サントリーの決断は市場の動向を読み切っていると評価される。また、緑人相打の新 CM に平野賞を起用することで、若い世代を中心に商品の認知度が一気に高まることが期待される。特に、平野賞のファン層からは早くも、買い支えるという声が上がっており、CM 解禁を待ち望む声がネット上で広がっている。 平野翔さんの人気は今や国内外で確かなものとなっており、彼を起用することで商品のイメージアップにもつながることは間違いないだろう。彼のファン層を取り込むことで、サントリーは人市場での地位をより確固たるものにすることができるだろう。そして、新 CM におけるキャスティングも話題を呼んでいます。 人気若手俳優の平野翔さんを起用することで、サントリーは若い世代にアピールする戦略を打ち出しています。緑人相田の新 CM が、どのようなストーリーで展開されるのか、期待が高まります。人市場に革命が起こるかもしれない。サントリーの大胆な投資と平野翔の起用が結集し、市場に新たな風が吹き始めている。消費者にとっては、 より多彩な選択肢が提供されることで、お酒の楽しみ方もさらに広がることだろう。平野章の新 CM 解禁を待ち望みつつ、サントリーの次なる一手にも期待が高まるばかりだ。人市場に革命をもたらすサントリーの動きに注目が集まっています。55億円の投資により、大阪工場の生産能力が飛躍的に向上することで、 消費者のニーズに素早く依頼ら,られる体制が整います。平野翔さんを起用した新 CM の放映も控え、ますますジンファンの期待が高まります。これからの動向に楽しみに耳を傾けたいですね。